肺が、心臓が、破れそうなほど、動画を撮った。それでも、動画は完成しなかった。一月、経つまでは。その日、俺が動画を上げに行くと、サビトが真剣に待っていて。一月でやっと、男の顔になったな。一月もの間何をやっていた。お前の血肉に叩き込め、投稿頻度を上げるんだ。やってる、毎日やってる、必死で。でも全然ダメなんだ、投稿頻度を上げれない。これ以上作れ。男なら、男に生まれたなら作る以外の道などない。かかってこい、お前の動画を見せてみろ。なんと一番の人気はこの私。わかったわかったから、もう少し黙っててくれ。頼む、もうわかったから頼むよ。ふざけんじゃねえ。どうでもいいんだよ、カラスなんて。刀だよ、刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀。声変わりの刀。修行し直せ、たわけ者。己の声真似の程度もわからない奴は、戦いに関わるな。あとは任せろ。全集中、潮の呼吸、一の型。ソルトスプラッシュ。食塩を激しく撒き散らす、義勇の必殺技である。潮の呼吸、二の型。森潮パンチ。食塩をまぶした拳でぶん殴る、義勇の必殺技である。くらー！急速！急速！約束なんだ。日の神神楽演武。止まるな、走り続けろ。今止まれば、水の呼吸から日の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。そうしたら俺はしばらく動けなくなるだろう。だから今やらなければ。走れ、禰豆子を守るんだ。いやしかない。お前のダーティーを耳からディリリタッツってやるだ。最近面白い漫画を読んでいない？ふむ、それではこれをお勧めしましょう。鬼滅対水の塔炭治郎と天才水柱富岡義勇が送る超絶面白コミック、鬼滅の刃100、全国の書店で好評発売中。チャンネル登録に高評価、非常に正しい判断です。鬼滅のコミックスを買おうか悩んでいる。理由はアニメに比べて絵が微妙だから。あなた恐ろしいこと言いますね。味があって癖になると評判ですよ。一度読んだらハマって幸せな気分になれる鬼滅の刃100。まずは選別試験だけ受けてみるお試し A コースからどうぞ。次の声真似は9月にやるとの噂あり。え、もう次行くのか。行くのよ。ちょっと待って。またない。いや待って、ちょっとでいいから待って。いいからさっさと行こう。ご視聴ありがとうございました。こんなところまで見てくれた人はきっと12気づきくらい強靭で、炭治郎くらい優しい人たちなんだと思います。前回の声真似を見てきてくれた人はまた見てくれてありがとう。前回鬼滅の刃の声真似動画を投稿して、正直あんなに大勢の人に見てもらえて、たくさんのコメントをもらえると思ってなかったので、驚きと嬉しさがものすごかったです。ここで簡単にいただいたコメントを紹介させてもらいます。禰豆子笑ったよ、炭治郎笑ったよ、結論笑ったよ、ありがとう。令和こそこそ噂話、思いつきでやっちゃいました、ごめんなさい。スパルタ禁止。え、こんな言い方で合ってたかな。似てないけどおもろい、嬉しいです。この声でもいい説、これめっちゃ嬉しいです。無理な話だってとこは個人的に似てると思った。うーん、ありがとうございます。カラスの声優として出たらどうですか。特に無一郎くんの世間が許してくれるならぜひやりたいです。カラスだけ本人じゃないかと思う。ありがとう。面白かった、かっこ笑。今回の動画はどうやったやろ。カラスうますぎ、みんなカラス好きすぎ。
ごめん、なんか似てる似てないじゃなくて面白い。それが一番嬉しいかも。なんか声が似てる似てないということもり、噛んだ。なんか声が似てる似てないということよりも違和感がなさすぎる。なんかわからんけど、声真似で違和感がないって実はすごいことなのでは。キュー、 PTA から教育委員会に連絡行っちゃうよ。無理な話だ。うん、似てない。普通に面白い。普通にありがとうございます。カラス似てる。俺の中のカラスがめっちゃ喜んでます。好き、わら。ありがとう、俺も好き。はい、全部のコメントは紹介できなかったけど、全部ありがたいコメントでした。もともとは鬼滅の刃の声真似は第一弾で終わるつもりでしたが、皆さんのカラス似てる似てないけど面白いなどのコメントが全部が嬉しすぎて第二弾を作ってしまいました。またこの動画のコメント次第では味を占めて第三弾を作ってしまうかもしれません。そうなればいいなと自分では思ってます。この動画が初めましての方は前回の動画を見れば冒頭の炭治郎とサビとのくだりがもう少し面白くなると思うので、ぜひ見てみてください。他にも進撃のリヴァイ兵長の声真似や鷹の爪の声真似動画なんかも投稿しているので、ぜひぜひ見てみてください。新作がまた見たいなと思ってくれた方はチャンネル登録をよろしくお願いします。新作の声真似としては Twitter で要望をいただいたものにしようかなと思ってます。もしこれやってほしいなっていうのがあれば Twitter の方でリプしてもらえれば、いつになるかわからないけど挑戦します。めっちゃ長くなりましたが、ここまで見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。